生きる野生の世界にも、狼ほど大胆で力が強く、そして知的な動物はほとんどいません。しかし、実際のところ、狼とはどのような動物で、どのような生活を送っているのか、皆さんはご存知でしょうか。100万年以上前に地球に姿を現したイヌ科の動物は、現在では35種が存在しています。そして、その中で最も大きな存在感を放つ種の一つが、狼です。ほんの数世紀前まで、狼はヨーロッパ、アジア、北アメリカのほとんどどこにでも生息していました。しかし、近年の人間の活動の影響を受け、狼の数は着実に減少を続けています。こうして狼は、イギリス、フランス、デンマーク、ベルギー、スイス、そして日本からも完全に姿を消してしまいました。狼は社会的な動物であり、通常は年齢の異なる6から10頭の家族を中心とした群れで暮らします。群れのトップに立つのは、群れの中で最も強いオスと、その妻であるメスです。リーダーは尻尾をピンと高く上げているので、はた目にもすぐ見分けることができます。群れの生活には厳格なルールと独自の規律が存在し、非常に厳しいものであるということができます。リーダーの命令は絶対で、異議を唱えるような権利は他のメンバーにはありません。脅威が迫った際に決定を下すのもリーダーの仕事であり、群れはそれに絶対服従します。群れの中では一頭一頭が最弱から最強にまで厳格に順位分けされています。ファイターという分類に入った狼たちは、群れで大きな役割を担います。この役職には、オスメス関係なくつくことができ、この狼たちは、子供たちの教育係を務め、また、危険な状況では、これらの狼だけが戦いに参加します。子育ての中心となるのは、メス狼たちで、同時に子供たちの安全を守ります。攻撃を受けると、メスたちは小さな子供たちを素早くどこかに隠します。また、狼の群れには見張り役もいて、危険が迫るといち早く仲間に知らせます。子供たちの任務は、年長者の命令に従うことです。子供たちの世話をするのは、主に経験の浅いファイターで、リーダーの妻の指示に従いつつ、子供たちを教育します。リーダーの妻であるメスオオカミは、群れの中のメスの統制を保ちます。オオカミの繁殖期は、春先に始まります。来るべき出産と子育てに向け、リーダーの妻であるメスオオカミは、他の動物の来ない、ひっそりとした場所を探して巣穴を準備します。メスは交尾からおよそ2ヶ月間の妊娠期間を経て、5月頃に5から6匹の赤ちゃんを出産します。稀に10から15匹の赤ちゃんが生まれることもありますが、その場合、大人になるまでにおよそ半数が死んでしまいます。夏の狼の食事内容は、実にバラエティ豊かです。鳥、ノウサギ、カエル、昆虫、木の実や野草も食べます。空腹の際には、腐肉も食べます。狼は、賢い慎重な動物で、基本的に獲物として選ぶのは、最も安全に狩りのできる相手です。つまり、高齢だったり、子供だったり、または、飢えている、怪我をしている、また、病気で弱っているような個体です。狼が森の片付け屋とも呼ばれるのはそのためです。しかし、ある時点で狼たちは、最も手に入れやすい獲物は何かを理解します。人間の飼う太って運動不足の家畜動物です。こうして、狼と人間たちの容赦なき戦いが始まります。ちなみに、ロシアには旗を使ったユニークな狼狩りの方法が伝統的に伝わっています。狼の群れが住む地域をハンターたちは旗に見立てた赤い布の切れ端を取り付けたロープまたは細い棒で囲みます。見慣れない人工物や人間の痕跡は
野生の狼を警戒させ怯えさせます。狼たちは旗に囲まれた場所から出ることはなく、うろうろと隠れ場所を探し始めます。そして最終的にハンターの待つ襲撃場所に迷い込むのです。意外なことに、人間にとっての狼の危険性は実はそれほど大きくなく、例外的なケースとさえ言えます。今日では狼の狂犬病対策は過去よりもはるかに効果を上げていて、これにより狼が偶然に遭遇した人間に襲いかかることがほとんどなくなっています。自然環境では狼は通常夕暮れごと夜明け前に遠吠えをします。これは日中主に休んで過ごす狼たちが最も活動的になる時間帯で、これは狼たちにとっても重要なサインなのです。狼は遠吠えや吠え声をコミュニケーション手段として使います。これは時に警告を意味し、時に強襲、そして助けを求めたり勝利の喜びを表現したりすることもあります。狼の合唱は鹿や馬など大きな獲物を狩るために集団作戦を行う冬に最も頻繁に聞こえます。力強く整った合唱を響かせることで、狼たちは他の群れに警告を発します。狩りをする群れが何の声も出さないのは、あまりに数の少ない群れか待ち伏せ中の場合のみです。また狼は一頭でいるときには決して声を出しません。群れのリーダーは常に一番に獲物に手をつけます。他のメンバーは少し離れてリーダーが満足するのを待ちます。空腹の狼は一度に 10kg もの肉を食べることがあります。大きな獲物が取れたときには残りを一旦隠し場所に埋め、後から掘り出して食べることもあります。狼はとてもタフな動物です。長時間獲物を探しながら時速 9km ほどの早足で走り続け、相手を見つけた途端速度を3倍に上げて追跡し、攻撃の瞬間には時速 60km まで加速します。狼の生活を支えるのは狩猟のみです。しかし狼たちが狩りを行うのはよっぽどのことがない限り自分たちのテリトリー内のみです。それぞれの群れは自分たちのテリトリーを監視していて、境界を犯して侵入してくる他の群れの狼を見つけると激しい戦いが起こります。リーダーは定期的に自分の優位性を家臣たちに示すことを忘れません。威厳を示されたオスたちはははーっとひれ伏さんばかりにリーダーの前で頭を下げ、地面に耳をこすりつけ、謙遜をこれでもかと示します。一匹狼という言葉がありますが、単独生活をする狼はいるのでしょうか。独立心の強い狼はリーダーへの服従を拒否し群れから離れることがあります。その後別の群れに合流することもあれば、自らリーダーとなり自分の群れを作ることもあります。それまでは一頭で暮らすことがあるのです。さていかがでしたか。今回はここまでです。ぜひコメントにご意見やご感想をお書きください。ではまた次回お会いしましょう。